はい、皆さんこんばんは、大石でございます。ドールズフロントラインやっていきましょう。で、最初にまず何しようかなって思うんですけど、大型建造やります。はい、この間と同じ、なんだっけ、あのショットガンの、俺の欲しいショットガンのレシピをちょっと回していきたいと思いますんで、じゃあ早速、どれだったっけ。まあ、相変わらず途方無理量だな、本当にこれね。てか配給が一気にガッツッと減るよね。あとパーツもか。あ、ちなみになんだけど、このね、下の方で代用コアとかの数変えられるっていうやつ、これね、最大が、人形製造契約50枚とコアが10個なのね。で、これを最大までやると確定で星4か星5が出るらしいんですけど、まあ、別にこれショットガンに限らないそうです。なんですけど、ぶっちゃけそんな余裕ないので、うん、あの製造契約がいいとしてコアがない、うん、だから今回も最低値でいきたいと思います。ほれ、いきましたよ。ポン、3時間。いや、これはちょっとダメだろ、これダメだろ。ほらー、ごきげんよう。ほらー、握手は結構よ。大爆死だったな。さて、第6戦役やっていきますか。まあ、続きからだね。水星ネゲブ招待。ネゲブってあれ、あのイスラエルのなんだっけ、マシンガンかね。なんかネゲブはいないみたいだけど、あれかな、クリア報酬かなんかかな。まあ、いいや、早速やっていきましょう。あ、AR-15 やっぱり失踪しちゃったんだ。おかしいな。じゃあ俺の執務室にいたあの副官の AR-15 は何なんだろう。まあいいや、そんなことはいいや。おお、ネゲブ、あ、出てきた。どうも指揮官、こちらネゲブ。あ、やっぱりあれか、イスラエルのマシンガンかこれね。イスラエルのさ、国旗のさ、のなんか真ん中のなんだっけ、あのあれ、なんだろう、六芒星だっけ、六芒星だかわかんないけどさ、なんかのマークの髪留めしてんじゃん。この区域は広いので AR 招待に加えて我々の招待も探索任務に加わります。ですが臨時に派遣されてきたため現地の地理には詳しくありません。ですので沿道の相当任務はお願いします。 OK、 任せろ。ご覧の通り、こちらは鉄血の管轄です。しかもちょうど衝突があったばかりの重大被災。大丈夫かよ。あなたのように経験豊富な指揮官でも用心するに越したことはありませんよ。うわ、ちょっと待って、もう見えてるやつで5000とか4000とか7000いるよ、やば。さて、7000か。まあこの舞台はね、そこまで心配することはないだろうけどね。そこまで損害被ってないから。一応ほれ、あのキューブ作戦の時だって確か同じくらいの、なんだっけ、装甲部隊、野戦でも普通に突破できてた部隊だしね。弱点がバレバレよ、かわいそう。とはいえ、トンプソンが今一体やられたか。で、あれか、ビーフリもやられたけど大丈夫。ただこの部隊でもそれなりの損害出たから、やっぱ怖いね、ここは。まあ何はともあれクリアと。よし、ネゲブ招待と合流だね。ここでグリフィンの拠点があるはずよ。ああ、あのさ、ネゲブさ、結構なんか悪そうな顔してない、なんか。てか虹色に光ってんね、なんか。わかった、任せとき、ガリル。あ、ここはイスラエルの部隊か。ガリルもいるってことは。タボール、もう完全にイスラエルやん。全部イスラエル製の武器じゃねえか、これ。電源をあらかじめつけておいた。なのに消費電力も大したことないんだから。これも節約よ。何と言いましても、戻ったら新たな宿舎に引っ越せるんですから、いいスタートを切らないと。ああ、なるほど。引っ越し待ってんだ。でも AR-15 を見つけないと撤収できないわよ。なんかさ、ネギブのさ、その笑顔怖いんだけど。ヘリアナさんがこれほど勢力を費やすのには、ただその裏切り者一人を探すためだけですの。裏切り者扱いされちゃってんのかよ。不運なこと言うほかないね。カサプログラムを埋め込まれて知らないうちに拠点の情報を漏らしてしまっていたんだから。まあ、ネゲブ分かっとるやん。うん。まあ、申し訳なさとは若干違ってたっぽいけどね。とにかく私たちの任務はその人形を探し出すこと。そしたら16ラボの人が何とか回収してくれるから。傘ね、彼女が生み込まれたのは傘プログラムだと断定されましたの？ただ情報が漏れるだけなら噂ほど怖くはないようですけど。でもそんな過失を犯した人形を生かしておく必要があるんですの。タボール意外とシビアだな。AR 招待の人形は16ラボが直接開発したものだから恥をかかせるわけにはいかないんだよ。それに彼女のメンタルモデルは少し変わっていて、もし死んだら本当におしまいになってしまうらしいよ。おお、なんか本当に人間みたいだね。てか最近さ、ペルシカちゃん出てこないね。おっぱいペロペロペルシカちゃん、どうしちゃったんだろう。タボール大丈夫。まるで使い物になりませんわ。マジか。え、これもなんか敵の策略か。
もっとも今回は危機の問題じゃなさそうだけど、なんかジャミング来てない？あ、やっぱり。タボール、今よ。え？え、どうしたどうしたどうした？アルケミスト。ああ、まだ姿は見てないのか。あ、出てきたわ。普通に出てきたわ。うわ、すげえおっぱい。あと3秒もあればその可愛らしい喉に触れられたんだが、どういうこと？私たちの通信を妨害しているのはあなたね。それは残念ながら私ではない。なんだ、お前じゃねえのか。未熟な果実の匂いに釣られてそれを追いかけてきただけだ。日本語喋れ。それ以上のことはお前らの体を引き裂きながらゆっくり教えてやるよ。あー、こちらこそお前のね、その服を剥いでおっぱいガン見しながらゆっくり聞いてやるわ。総員、この拠点を死してよ。鉄血の部隊を近づけさせるな。あー、もうあれか、部隊が来たのか。もう無駄な抵抗にどれだけ意味があるのかわからんが、これはこれで絶品だ。あがき続けるがいい。絶望が極限に達するまで少しずつ味わってやるよ。じゃあお前も今のうちに味わっとけ。あれすぐにもう辛酸を舐めることになるから、それで辛酸を舐めた後にそのおっぱいガン見されることになるからな。いつになったら私の出番が来るのかしら。なんかさ、このさ副官ボイスがさ、なんかちょっと意味ありげなものになってるよね。いつになったら私の出番が来るのかしら。しばらく来ないんじゃないかな。いやでもあれかな、なんか裏方シーンみたいなのが流れたら普通に出てくる可能性高いから、まあそれまで待ってて。うん、とまあ416が聞いてたら多分 俺がもう何十発か閉所されてるであろう。こんなザレ事は置いておいて、お16姉さん、16姉さんつっちゃってるけどいいのかこれ。16姉さんって言ってネゲブ正体が SOS を発した場所はここだな。ネットワーク環境をテストしてくれ。うん、この3人はまだ健在なのがまだ俺の心の救いだわ。はいはい、早く指揮官と連絡を取って。はいはい、お、聞こえてるぜ。どうした？ご無沙汰しております指揮官。あ、なんかもうずっとなんか平成にいてたからそんな話したって感覚ないわ俺の中に。あれだよね、なんかストーリー上さ、いなくなった人形とかさ、ちょっと離れてる人形とかも普通に編成に入ってたりするとさ、なんとなくそういう感覚薄れるよね、こういうこの手のゲームって。隊員の一人が発した救難信号をキャッチしたのです。ですので私たちの任務はまず彼女と合流して状況を確認することになります。 OK 人手が多い方が助かるかと思ったら帰って足手まといじゃん。今言ってやるなよ。そう言ってやるなよ、ソップ2。うん、そう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 、うん、向こうがやられたらこっち、次はこっちの番になるわけだからね、早めに手を打つべきだよ。いや、しかしあれだな、AR 正体も早くレベリングしたいな。で、ここの舞台はどうだ。さっきよりは広いけども、あれだね、マップは狭いけど、ちょっと敵がやたら強いっていう感じか。まあ、マップが狭いっていうことはさ、それだけさ、敵の本丸にたどり着きやすいっていうことではあるんだわな。ターゲット発見、突撃、チャンス、弱点がバレ、勝負ありね。一丁片付けてやるか。私は完璧よ。いつか奴らにとって変わる。バッ、まずいな、あと1体残ってんのにさ、前衛のサブマシンガン相当傷んでんだけど大丈夫かこれ、持つ？そこまでよ。敵の火力が思ったより高いぞ。ついてこられる。ちょっとこれ絶対絶対絶対、後期を逃すな。本当に残念だ。最後の一呼吸が終わるまで、ちょっとやばいんじゃないかなこれ。勝てるだろうけれども、どうだろう、勝てるかな。うん、重傷マーク出ちゃったしね。あれだね、意外とさ、サブマシンガンもね、ちょっときつくなってきたね、このレベルのやつでも。無駄なあがき、私なら。いや、ちょっとあれだな、もうちょっと育成しないとダメだね。あ、ファルもやられたわ。一丁片付けてやる。てか、なんかこのタイプのメタルギアソリッドみたいな人形がちょっとやばいか。いつか奴らにとって変わる。いつか。ギリギリだね。ちょっとレベリングし直した方がいいかもしれん。あとは装備整えたりとか。ごきげんよう。まあ何はともあれって感じかな。クリアクリア。おお、ガイル、よかった、無事だったか、お前は。もう安全よ。じゃあ、とりあえず AR 招待の一人、あの穴埋めはガリルにいてもらおうか。まあ、まあ、
多分この AR 招待ってアーマーライトじゃねえの？アサルトライフル招待じゃないでしょ、多分。役。助けを呼ぶ場所も選んでくれ、よりによって鉄血だらけの前線なんか。まあまあ、言ってやるなって。襲撃を受けた場所はグリフィンの通信が遮られててな。うちも通信できるとこ探すに必死やってんやから、まあ勘弁してや。ところでさ、なんでガリル関西弁なんだろうね。これさ、本丸のさ、中国とかだったりするとさ、なんか、なんだろ、方言とかになってんのかな、特殊な。なんか、中国にも方言の一つや二つあるんでしょ、多分。いや、わかんないけど、あるのかな。AR-15 が滞在してた拠点を調査してたとき、鉄血のボスが近くに潜伏してるところにネゲブが感づいた。はいはい。それでうちに手で合図を送ってきたんや。相手の後方がまだ手薄な隙にこっそり抜け出して救援求めに行けって。ネゲブはあんなにやりってすげえ悪そうな笑顔してるのにさ。さ、抜け目ねえな、あいつ。優秀すぎんだろ。うちも通信が妨害されてるのに途中で気づいたから、あそこが今どうなってるかわからんわ。どうする M4、 私たちだけじゃボスの相手は無理だぞ。だが指揮官を探しに戻っていたら間に合わないかもしれん。あ、そっか、俺遠くにいるんだもんね。二手に分かれましょう。一六姉さんは指揮官に連絡を取って支援部隊を連れてきてもらってください。ガリラは私とトップ2を拠点まで案内して後方から鉄血を攻撃してネゲブたちの負担を少しでも和らげないと。オッケー。まあたまにはちょっとゆっくり進むのもいいでしょう。っていうことで、こっちのスキンガチャやっていきましょうか。一回分しかないけど、例のごとく。なんだっけ、ハロウィンカーニバルっていうね、まあ見てもらう通りハロウィンのやつがあるんだけどさ、そこまでね、ちょっとがっつり欲しいっていうものは今回ないんだよね。まあ強いて言うんだったらベクターのね、あのニャンコベクターっていう、あの一番ちょっとわかるかな、ワルサー2000と G11 の後ろにいるね、ニャンコベクターがちょっと欲しいかなって感じ。よし、行きますか。あとハロウィンの家具とか欲しいよね、絶対可愛いじゃん。あの動物の森っていうゲームやってた時もね、俺ハロウィンシリーズ必死になって集めてたんだよね。結構ハロウィン系のね、ああいうね、かぼちゃ系のやつ好きなんだよ。なんかそう、なんかないな。あー、なんかすげえ、近年まれに見るどうしようもなさなんだけど